とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はデイリーに行こうと思いますけども、ちょっと待って、アドベンチャーハブがいくつか開放になってるっぽいです。あ、一つか、友情だね、獲得します。はい、で次、あ、次丸太か。あ、丸太ちょっと欲しいかもしれないね。はい、ではデイリー3つほどクリアしちゃいましょう。1周目火事場ですね。早いな。 OKOK、 俺もなんか面白い装備でいきたい、面白い装備いきたい。なんかないか、わかんない、わかんない、なんかねえかな。近接でなんか面白くいきたいね。やーばー、ちょっと待って、近接のなんかないか。あ、これ、おー、危ない、大丈夫か。近接の、おー、危ない、よっしゃー、これすぐ走で行っちゃうぞ。大丈夫か。あ、俺も炎の海に入っちゃった。危ねー、俺のツルハシを食らえ。そう、大したダメージは入らない。まあまあ仕方ないか、キノコも食ってないしね。やばい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 、お、いいぞいいぞいいぞ、やばい、俺ターゲットされる。よっしゃー、いいね、近接で倒していくボス、いいね。よし、まあ、とりあえず1周目のデイリーは特に問題なくクリアですね。それでは報酬見てみましょう。何が出るかな。そうか、キャプテンいなかったな。そうだ、キャプテンゼロだったわ。はい、まあとりあえず2周目いきます。珍しいな。それでは次はここですね、いきましょう。最近入手したツルハシで、いや、あんまりダメージねえぞこれ。全然ダメージねえ。一応ね、一発100万以上のダメージはあるはずなんだけど、大した威力にはないな。こんなもんか。もうちょっとね、ゴリゴリ削っていけるかなと思ったんだけど、ボスが強すぎるだけ、全然減らせてない。え、なぜだ。うん、多分ダメージはねちょっと表示されてないからわかんないけども、こいつの HP がただただ高いだけ、うん、かな。多分威力は相当あるんだよ、威力とんでもなくあるんだけど、ちょっとこれ苦戦するな。マジか。最終的にはスポンジ使いました。あれいかんわ、時間かかりすぎる。とりあえず報酬見てみましょうか。え、あれそんなに威力ない、なんかすっげえ威力 あると思ったんだけどな。夜の棒か、いやおかしいでしょ。ちょっと待って、一回ちょっと装備して叩いてみるよ。相当ダメージあるはずなんだけどな。ほら、一発150万だよ。ドラ使ったら一発で470万。うん。で、それにプラスでクリティカルも出るし、衝撃波で200万以上与えるから、相当なダメージのはずなんだけど、あいつがただただ強かったっていうだけか。なるほどね。わかった。次行きましょう。それでは最後のデイリーはここに来ました。2体キャプテンがいたね。でそれで HP が 60% 減少して結構厳しい感じです。で防具が一応これなのよ、263の輝くローブなので、まあまあまあ普通の装備よりもだいぶ HP はあるから大丈夫じゃないかな。では行きましょう。この輝くローブは深海ステージでかなり役に立ったんだけども、ここでも結構役に立つんじゃないかい。いや厳しいか。
うん、危ねえ。まずもってダメージは、うん、与えにくいよね。そうだもんな。タックル、うん、まあ、とにかく最近はもうほんとスポンジはね使わないようにやっていってます、うん、スポンジでねそっちに慣れちゃうとちょっと他のところでボスが出てきた時タワーとかねだいぶ苦戦しちゃうのでもう普段から普通の武器になれるように普通に戦うようにしてます、うん、まあ、武器はね強いにしても敵のね攻撃パターンとかそういうのをねちゃんと読めれば全然戦いやすいんでそのためにちょっとね今はスポンジはね封印してる感じなんだよね。あぶねー。この装備はねちゃんとポーションバリアまでついてるからいいのよ。ポーションバリアは緊急時に本当にここもねカバン2つでくればねもうちょっと早いのよ。雑魚敵も撃ち漏らすことはほぼほぼないんだけどでも危ねえ危ねえ。ここをバリアをつけていくと生存率は1個上がるからね。やっぱり生き延びること重視でいってます。よし矢は大丈夫ね全然足りるね。エンダーマイトでもねダメージ半分ぐらい持っていかれるからね普通のやつで。危ねえ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 。じゃあじゃあボスを攻撃してね。やっぱりここはねバリアがないとねなかなか戦いにくいよ。よし次で終わりかな。何が来る。鏡です。鏡はもうほんとバリアつけてそのまんま待っとくだけで OK だからね。怖い。よし OK 次で終わらせる。よっしゃ あまあまあまあいざとなったらまだモーションバリアも待機してるし、おっえっ食らってるし通常攻撃じゃとてもじゃないけどダメージ与えてね。よしそれでは見てみましょう。まずは強化メイルで次が虚無の呼び声か。微妙だな。で機械仕掛け、ねじれたつたミステリー台全部いらない。うん全然ダメだね。ダメだ。はい、ということでデイリークエスト、周回してみましたけども今日はあんまりいいのが出ませんでした。はい、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。